はい、皆さんこんにちは。山手線一周歩いております。あと2駅もうみんな初めて歩く子たちは疲れがピークで、もうあまり何を言っても答えてはくれません。ただこいつはかなり邪魔です。ちなみにここにいる怪物は全く、ね、うわ、びっくりした。うわ、怪物本物がいた。いや、じゃこっちのことです。起きろ。屋根の下、屋根の下、いやだ。さあ、ひよいちゃん疲れてても周りは見ないと、車に轢かれてあと一息で死んじゃったらどうにもなんないぞ。頑張って、はい、感想は一言、ライブ中継中どうですか。きついな。きついな、頑張れ。あ、めっちゃいいできてる、めっちゃいいできてるぞ。はい、前より先頭は小学校1年生、相当すごいんじゃないでしょうか。まあこんなのゴールしたからといって別に何かすごくなるわけでも何でもないんですが、自慢にはなると思います。気楽にゴールしましょう。あと1キロ、御徒町上野。どうですか、感想は。お風呂に入りたいです。でも前より全然歩けるようになったな。はい、山本さん頑張ってんだ。終始一日中ずっと雨が降り続き、大変なことになってました。でほとんどメッセージとかあの辺は返せてません。申し訳ないですが、歩くのに集中してます。いや、山手線一周、僕は8回目、リッキーが5回ぐらいあるのかな、でみのりが4回目。ただ去年はるちゃんが小3でゴールしましたが、今年も小3の女の子1人、だったやだ、小1、小5、小3、小4。ただはるちゃんに関しましては正直なところ、もうベテラン感が出て、最後までずっと喋り続けて、なんか疲れてる感じもしません。はい、逆に初めての子たちは多分言葉には出しませんが、相当戦ってるんではないでしょうか。まあこれで体調を崩すかもしれませんが、自分が50キロぐらい歩いたらこういう風になるんだなっていうのを知っておくだけでもとってもいいことなんじゃないかなと思うんで、僕は全然気にしてません。それよりビールが飲みたいです。よいしょ。さあ、うー、パンダだ。あ、みのりか。よいしょ。お、はい、あとはなんか面白いこと言って。はい、これライブ中継中。いや、始まってる。全世界に。あ、もうずっとやってるさっき。無茶ぶりだ。無茶ぶり。お、なんかこう面白いこと言わないと。大野君、なんか得意なやつお願いします。一発ギャグ。なんか怒ってます。はい、全世界にこの横暴な態度を届けたい。さあ、山手線一周。なんかさっきはいっぱいいについたの、大野君のせいでつかなくなった。さあ、もうすぐ山手線ラスト2駅のうち1つ、御徒町駅。なんかさっき室内歩こうなんて、そんなね、歩くわけない。はい、まあさっき歩いてたけど、なんか途中から参加した人がブツブツ言ってて、非常に場のムードが悪くなっています。はい、大体いませんが、笑い声で大体わかるんじゃないかなと思います。というわけで電池がなくなっちゃうので、一回切ります。一回切ります。